抹消登記とは、登記記録または登記簿上に現存する権利や、登記事項が何らかの事情により消滅したか、根本的に不存在だった場合において、それを登記記録等から削除して実態に合致させることで、ある。本校では、商業登記と不動産登記における権利に関する登記の、うち所有権以外の抹消登記について述べる。 所有権移転登記を抹消する登記については、所有権抹消登記を、所有権保存登記を抹消する登記については、所有権保存登記を参照。また、再建上と登記制度と、動産上と登記制度においても抹消登記は、存在するが当該記事に譲りここでは述べない。説明の便宜上、以下の通り略語を用いる。商業登記準則商業登記等事務。 取扱い手続き、純則概要以下の自由が存在する場合、当事者は、その登記の抹消を申請できる。登記事項以外の事項を登記した場合の、具体例としては、民法法人の仮理時の登記をした場合や、株式会社の目的に、税理士により、税理士、法二条の業務を実施する事業と、登記されている場合などである。なお、上記以外の自由によって、 抹消登記をするることとはできないいされている例えば、株式会社の取締役が、任期満了により退任しても、抹消登記ではなく変更登記をすることになる。また、手続きが違法であるというだけでは抹消できない。例えば、株式会社の生産人が、その就職の日から2ヶ月を経過しない間に、生産欠料の登記を申請しても受理されないが、誤ってその登記をしても、 職権で抹消することはできない。一方、未成年者の登記がされている場合において、未成年者が成年に達したことを登記官が発見した場合、登記官が職権で抹消できるが、これは厳密には消滅の登記である。添付書面記述商業登記法134条1項2号の、自由があるので抹消登記を申請する場合、申請書にはその自由を証する書面を添付しなければ、 ならない。ただし、その抹消すべき、登記の申請書や、添付書類からその自由の存在が明らかなときは、添付は不要であるが、抹消の申請書にはその旨を記載しなければならない。登録免許税通常の会社または、外国会社の場合、本店の所在地においてする場合は2万円であり、支店の所在地でする場合は6000円である。ただし、生産人または、 生産血量の投機の抹消の場合は、本店、支店を問わず6000円である。概要以下に掲げる場合において、当該称号の投機をした者がおのおのに定める。投機をしないときは、当該称号の投機にかかる営業所の所在場所において、同一の称号を使用しようとする者は、投機所に対し当該称号の抹消を申請できる。 称号の登記を抹消された会社は、称号の登記をしないと、他の登記も申請できない。なお、この登記は、抹消を命ずる判決によっても申請することができる。一方、称号の抹消登記手続きを命ずる仮処分に、基づく称号の抹消登記申請は受理されない。添付書面称号の抹消登記を申請する者は、当該称号の登記に係る営業所または、 本店の所在場所において、同一の称号を使用しようとするものであることを、称する書面を添付しなければならない。例えば、個人が申請する場合は、上申書などであり、設立中の会社が申請する場合は、交渉人が認証した定款の投本などである。登録免許税個人の称号を抹消する場合、本店、支店を問わず6000円である。 通常の会社の称号を抹消する場合、2万円である。抹消の記号を、等等期を抹消する際には抹消の記号を登記事項に記録し、当該抹消された登記によって抹消する記号が記録された登記事項があるときは、抹消登記によって登記記録を閉鎖する場合を除き、その登記を回復しなければならない。具体的には、 A という陶器をすることによって B という陶器が抹消された後 A の陶器を抹消した場合には B の陶器を回復するという意味である陶器の抹消をする場合には陶器の年月日に変えて平成何年何月なんか抹消と記録する陶器を回復する場合には陶器の年月日に変えて平成何年何月なんか抹消により回復と記録する 職権抹消の手続商業登記法135条、内百138条、商業登記規則100条2項、商業登記準則66条2項67条参照。本項では、共同申請による抹消登記については、デート権抹消登記の場合についてまず説明し、その他の権利については、デート権抹消登記と異なる論点について述べる。なお、 本校で言う抵当権にはね抵当権を含まないものとする。説明の便宜上この節では次の通り略語を用いる。概要債務者が非担保債権の全部を弁債した場合、弁債を原因とする抵当権抹消登記を申請できる。債務者が抵当権の非担保債権の一部を弁債した場合、一部抹消登記というものは存在しないので債権額を減少させる。 抵当権変更登記を申請できる。第三者が非担保債権の全部を弁済した場合、大弁済を原因とする、抵当権移転登記を申請できる。第三者が非担保債権の一部を弁済した場合、一部大弁済を原因とする、抵当権一部移転登記を申請できる。登記に関する判例抵当権の非担保債権が、弁済などにより消滅した場合、不重性により、 抵当権も当然に消滅するので、その抹消登記をしなくても、第三者に対抗できる。抵当権の非担保債権が弁済により消滅したが、抹消登記をせずに後に発生した再権のために、流用した場合、流用後に登場した第三者に対しては有効で、あるが、流用前に登場した第三者に対しては無効である。前提の登記登記申請情報登記の、 目的順位番号で抹消する、抵当権を特定し、例えば、一番抵当権抹消のように記載する。点抵当権を抹消する場合、例えば、一番吹記一号点抵当権抹消のように記載する。受付番号と、受付年月日で特定してもよい。抵当権に点登記がされた後に弁済等により、抵当権を抹消する場合でも、一番抵当権抹消の要領でよいが、 定等権移転登記の原因たる、再建状と契約を解除した時など不起登記のみを抹消する場合、例えば、一番不起一号を定等権移転抹消のように記載する。登記原因民法または民法の特別法などに根拠があるものを原因とできる。具体例を以下に示す。なお、根拠条文が付されている場合、この項目に限る特記がないときは、条文は、 民法のものである。弁裁、白物弁裁、債務免除、解除、放棄、債権放棄、混同、債権事項消滅、消滅事項、抵当権消滅請求、収容など他に以下のようなものがある。白物弁裁があった場合、白物弁裁によって、非担保債権が消滅し、不重制により抵当権が消滅するので、登記原因は混同ではなく、 白物弁済とするべきである。原因の日付登記申請人原則として、低等権設定者たる所有権登記名義人を登記権利者とし、低等権を失う低等権者を登記義務者として記載する。法人が申請人となる場合、その代表者の氏名も記載しなければならない。白物弁済は他は近同の場合、原則として同一人が、 当期権利者兼当期義務者となる事実上の単独申請を行う。定当権設定登記後、その不動産につき所有権移転登記があった場合、現在の所有権登記名義人が当期権利者であって、当初の定当権設定者は当期権利者とはならない。なお、50位定当権者も当期権利者となり得る。なお、例えば、AB 共有の不動産全部の上に、 C が定当権を設定した場合において、当該定当権が消滅した場合、A と C の共同で、定当権抹消登記を申請することができる。添付情報、登記原因証明情報、登記義務者の登記識別情報または、登記済み証を添付する。法人が申請人となる場合はさらに代表者資格、証明情報も原則として添付しなければならない。なお、 書面申請の場合であっても、登記義務者の印鑑証明書の添付は原則不要であるが、登記義務者が登記識別情報を提供できない場合には添付しなければならない。抹消登記を申請する場合には登記上の利害、関係人が存在するときは、その承諾が必要であり、承諾証明情報が添付情報となる。この承諾証明情報が書面である場合には、 原則として作成者が、記名要因し、当該要因に係る印鑑証明書を承諾書の一部として、添付しなければならない。この印鑑証明書は、当該承諾書の一部であるので、添付情報欄に、印鑑証明書と格別に記載する必要はなく、作成後3ヶ月以内のものでなければならないという、制限はない。近同を原因として、低当権抹消登記を申請する場合、 混同によって、抵当権が消滅したことが、登記記録上明らかなときは、登記原因証明情報の添付は不要である。登録免許税不動産1個につき1000円を納付するが、同一の申請書で20個以上の不動産につき、抹消登記を申請する場合は2万円である。概要地上件、エ古作権、地域権、賃借権、選手都権、質権、ね抵当権。 採石権についても、放棄、混同、解除、収容、消滅事項、所有権の取得事項、強制競売による売却、買い戻し権行使による所有権移転などにより消滅する。手続きは、抵当権抹消登記と同様である。七権及び確定後のね抵当権については上記に、加え弁、弁済、白物弁済、債務免除、債権放棄、 再建事項消滅によっても消滅する。登記手続きは、低等権抹消登記と同様である。地上権英語作権採石権については、消滅請求をすることができる。登記手続きは、低等権抹消登記と同様である。以下、低等権と異なる論点について述べる。個別の論点概要権利が自然人の死亡または、 法人の解散によって消滅する旨が登記されている場合、当該権利が死亡または解散によって消滅したときは、登記権利者は単独で、当該権利に係る登記を抹消する申請をすることができる。また、登記権利者は抹消登記を申請するにあたり登記義務者の所在が知れないために申請ができない場合は、一定の要件のもとに単独で、 当該権利に係る登記を抹消する申請をすることができる。以下順に論点を述べる。なお、採石法12条または15条1項の決定があった場合、採石権の設定を受けた者等は所有権以外の権利の抹消登記を単独で申請できる旨の規定が存在する。死亡などによる権利抹消登記所在が知れない場合の抹消登記 概要非正事件手続法106条1項に規定する助件決定があった場合、選手特権、七権、抵当権、元本確定後の値抵当権の非担保債権が消滅したことを承する情報を提供した場合、または休民担保権につき非担保債権の弁済期から20年を経過し、かつ当該非担保債権、利息、 損害金を全額協託した場合、登記権利者は単独で、当該権利にかかる登記を抹消する申請をすることができる。登記申請情報は原則として、低当権抹消登記と同様である。なお、承諾証明情報や登記識別情報に関する論点は死亡などによる権利抹消登記の場合と同様である。異なる論点を以下に述べる。 除検決定があった場合抹消できる権利については、制限はなく、担保物件に限定されない。登記原因は、消滅にかかる原因を記載する。具体的には、低等検査死亡や、弁済などである。添付すべき登記原因証明情報は、除検決定があったことを称する情報である。なお、除検決定の前提として、非書事件手続法99条に規定される。 公示再告手続きがされるので、登記義務者の所在が知れないことを証する情報の添付は不要である。休民担保権の消滅の場合、休民担保権にかかる、弁済の場合抹消登記は、職権ですることもできる。ただし、以下の自由が存在することが必要である。登記事項以外の事項とは、例えば定当権設定登記における、違約金の定めなどである。 抹消の記号を等抹消登記は主登記で実行される。また、登記官は登記を抹消する際には抹消の登記をするとともに抹消の記号を記録しなければならない。また、抹消にかかる権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときはそれも抹消し、当該権利の登記の抹消により当該第三者の権利に関する登記を抹消する旨及び登記の 土質日を記録しなければならない地役権の特速消液地につき地役権の登記を抹消したときは登記官は要液地の登記記録について地役権の登記の抹消をしなければならないただし要液地が他の登記所の管轄区域内にある場合当該他の登記所に地帯なく消益地溶液地の表示要液地の表示地役権の消滅の登記原因及びその日付 地域権の抹消登記申請の受付年月日を通知しなければならない。通知を受けた登記書の登記官は地帯なく、要益地の登記記録のおつくに地域権を抹消する手続きをしなければならない。職権抹消の手続き、不動産登記法71条109条2項、不動産登記規則153条154条、不動産登記準則107条、 内視百十条の二三章。ありがとうございます。